ちょっと怪しげな入学式ではございます、スカートではございましたけれども、まず対エースバル稲垣、威圧から 60% 岡部、ラインドライバー斎藤、守備職人藤倉、全中優勝、内野の丸や柳沢、ガチャガチャの斎藤、まあ6か5か、かなり大事な、とてもとても大事な入学式、ということで2046年度智弁海武高校で新入生見ていきたいと思います。ということでいきましょう。原口は転生じゃないのこれ。さすがに原口は転生でしょこれ。だって三つ守れるんだもん。これ転生でしょ。これは、炭治郎くんとかだったら俺多分ぶん殴る。多分練習の取り組み性がいいんでしょうね、きっとね。練習の取り組み性が良くてキャプテン兼副キャプテンです。炭治郎くんは。わかる。呼吸が得意なんでしょ？得意そうだもん。だって。中学までは鬼退治部に入り。やばすぎ。多分部員一人でしょうね。斎藤くん。斎藤くん188。あ、まあ、君でもあれだからね。ガチャガチャ枠で、岡部も来てるということで。はい。地球。まあいいよ。打たれ強さいいぐらい。ガチャガチャはぼちぼち成功かな。イシスぐらいかな。うん。イシス、ホルスあたりですね。きっとね。ぼちぼちです。まあ、ちょっと荒削りだけれども、まあできますみたいな感じかな。続いて、柳沢くん。柳沢くんはですね、内野安打丸ですかね。はい。180! まあまあかな。はい。チャンス馬！内野安打まで高速チャージ。チャンスが馬なのは良くないわ。よく見たら馬みたいな顔してるもん。メガネ取ったら多分。使えない。馬は良くない、これ。いらない、これ。ちょっと良くない。続いて、斎藤。あんま期待してない。はい。169! はいはい。はい。対左 F、内野安打丸プレッシャーラーラインドライブ。まあ、盗塁走れないのね。肩もほぼない。ショートはちょっと張れないよ。続いて、藤倉くん。藤倉くんは全中準優勝の、守備職人。守備がかなり良かったんで、まあ、キャッチャーは多分この台は君になるのかな。はい !208! あ、まあまあいいでしょう。うん。総力し、肩し、守備し、申し分ない。いいよ。はい。対左馬盗塁 F 守備職人リベンジ。これ右側ひどいぞ。盗塁も小馬。話にならない。基礎能力いいのにね、もったいないわ君。続いて岡部くん。岡部くん威圧感だから、岡部くんみたいな子がね多分活躍します。はい。147サボっちゃってる練習。はい。威圧感ダメ押し。まあまあ、走塁ぐらいかな。基礎能力がもう、低い低い。サボっちゃってる。軟式上がり？いえ、新入です。じゃあ下手だね。威圧感あんだけどな、もったいないな。ちょっとやばいよ、世代的に死んでる。続いて稲垣くん。はい !177! いいよ、ロマン砲ね。はい。対エースバル。チャンスいい、走塁いい。わかったわかった。ちょっとなんかあれですね。個性がすごい。まあまあ、まだいけるけどね。まだ見てられるぐらいかな。ここから一般二部生。須藤くん。はい。93! 終了です。さよなら。結構です。はい。調子極端。まあ右がぼちぼちかな。タバコもすごい吸ってるもん。F32。結構吸ってますね。ちなみに今は何を吸ってるのかな。パラメントです。1日にどれくらいですか。75カートンです。朝起きて25カートン、昼に25カートン、夜に25カートンです。すごい吸ってるね。肺なくなってそう。まあ野手はちょっとポテンシャルあるけどセンスはなさそう。チャンスに盗塁、野手でも生きていけなさそう君は。今はね、佐賀県で何にもないからね。まあ、皆無ってことでね、うちユニフォームも真っ白ですから。白じろ、これでいきたいと思います。結構ね、肌の色もね、白目で。目もあんまり誇張しないような感じでね、お願いします。白じろ。まあ、出ないんでね、君はね。多分思い出ないです。うん。趣味シンナーとマジックマッシュルーム。中2でやってます。来ないでください。出場停止になっちゃう。
炭治くん、炭治郎くん。頑張ってください。はい。138。いいよ。タバコちょっと吸ってるぐらいかな。はい。緩急。あれだま！じゃあもうコントロール S は必須だ。ちょっと使いにくいやつ多いな。ああ、野手かな。君は野手かな。野手。うん。どっちかというと野手。右側がいい。野手。続いて、中島くん。はい。128。まあまあ、ザ一般入部生みたいな顔してます。はい。ハイボールした。あ、チャンスいい、対左。盗塁し。よし、走ろう。一生走ってていい。お前はもう2年生の春で、思い出ない枠に多分変わっていくから。最後、原口。原口に関しては、もう転生です。絶対転生。これもう違かったらもう、ここら辺の歩いてるおばあちゃんのカバンにうんちしちゃう。ブリブリーって言いながら、何やってるのって言われてもちゃんと出し切るまではもうカバンにぶち込む。で、原口くん。はい。149。まあまあね。まあまあですね。はい。対左 F 三振回復。ちょっと待って。赤得多すぎない？初球丸アウトコースできた。いや。話にならん。まあ、ここはもう基礎能力はもうなんとか鍛え上げていただいて。まあ、代打ですかね、最初の方は。代打要員じゃん、起用法。あ、外野はちょっとやれば守れると。やばいね、ちょっと。世代的に。まあ、晴れ口来たのが救いぐらいですかね。女の子。はい。石井ちゃん。はいはいはい。髪型はまず嫌いではない。かわいい。うん。いい。合格！いいよ、石井ちゃんいいよ。石井ちゃんいいね。お前はもうほんと帰っていいから。青木ちゃんはもうゲロ。アホ。石井ちゃんで。ちょっとカラコン入ってんのかな？おしゃれね。